はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。山形県で暮らす40代私ひろしの趣味や生き方を晒すそんなチャンネルになります。今日のひろしの隠れ家は、後ろにあるひろしのウイスキーコレクションを紹介するウイスキーラバーシリーズになります。今日ご紹介するウイスキーはですね、こちらです。じゃん、キングスバリー社のザ・セレクションというシリーズのベンリアック、こちらをですねご紹介させていただきたいなと思います。こちらはですね、あのボトラーズブランドと言われるキングスバリー社がリリースしているザ・セレクションというシリーズの中の一本なんですけども、まあボトラーズブランドとは、蒸留所から樽を買い取って蒸留所ではできないような製品を独自に瓶詰めして売る瓶詰め業者のことを簡単にボトラーズブランドと言っています。まあインディペンデントボトラーとも言われていますね。まずはこちらのね情報から。キングスバリー社はスコットランドアバディーンにて設立され、1989年よりシングルモルトのボトリングを開始し、ロンドンに事務所を構えた後も数々の伝説的なウイスキーをリリースしてきたインディペンデントボトラーです。ザ・セレクションシリーズはオフィシャルボトル価格でありながら良質のボトラーズ商品というコンセプトでリリースされているシリーズです。知名度の高い蒸留所だけではなく、マイナー蒸留所まで幅広くカバーし、4年ものや5年ものなど単純なウイスキーを味わえることでも有名です。はい、ということですね。こちらキングスバリー社はですね、ボトラーズの中でも結構かなりね有名な方だと思うので、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、今回ご紹介するのはそのキングスバリー社のセレクションシリーズから、こちらのねベンリアック、こちらをですねご紹介したいなと思います。でこちらですね、ホグスヘッドで2008年に、樽詰めをして、2012年に瓶詰めを行っている、単熟の熟成が4年ものというねウイスキーなんですね。でね、こんなね4年なんていう単熟はなかなかオフィシャルボトルではね製品化されませんから、まさにねボトラーズらしい製品なんじゃないかなと思っています。こちらはですね、あの以前、1万円でどんなものを買うなんていう動画を実はやったんですけども、その中で購入した1本なんですね。で値段はだいたい3900円ぐらいです。まあ消費税込み込みで4000円ちょっとだったと思いますね。で容量は 700ml で、アルコール度数は43度になっています。まあ、そんなねキングスバリー社の便利薬、こちらをですね早速飲んでいきたいなと思います。はい、それではですね早速こちらのキングスバリー社のザ・セレクションシリーズ便利薬をですね飲んでいきたいなと思うんですけども、まあ、早速ね、開けていきますね。開封です。こちらも多分コルクだと思うんですよね。あとコルクですね、はい、こちらをね開けていきます。あ、やばいマジでまた、ちょっとねコルクやっちまったかもしれないですね。マジでか、これもうねこの時点で見えますかね、これもう割れてるんですよね。あーやばいです、これはもう、あーダメですね、残念ながら。あーやっちゃいました、これですよ。なんですかね、最近ちょっとこれが多いですね。ちょっと開けていきます。なんとかですねコルクがうまく取れました。まあ、今回はコルクがほぼほぼ入らず済みました。よかったです。やっぱりでもこれ結構古いやつだったんですかね。2012年瓶詰めなんで、まあ確かに8年前の瓶詰めですからね、結構年季物なんですね。色味はですねかなり薄いですね、ほぼほぼ無色透明に近い黄色というか、かなり薄いですね。こんな色のウイスキーを正直飲むのは初めてかもしれません。楽しみです。はい、それでは早速香りの方から。あ、若い香りですね本当に。うん、やっ
ぱりね、大麦のこのモルトの穀物の香りがすごく強くて、うん、本当にベイビーちゃんの香りですね。うん、あ、でもね、ちょっとね、若干奥にはフルーツっぽさもあって、うん、これからあのウイスキーになるんだなっていうのも垣間見える香りです。まあ、不思議とね、アルコールの刺激は弱いなと思いますね。もっとすごいビンビンとこう来るかなと思ったんですけども、そこまでアルコールの刺激はないですね。はい、ではいただきます。おー、うん、味わいはですね、もう簡単に言うと薄いです。はい、なんか樽からの恩恵がやっぱりあまりないというか、まあ、特徴的な味わいが感じられないですね。まあ、麦のね、やっぱり味わいが強くて、まあ、かすかなフルーツ感なんですけども、まあ、すごくね、ベイビーちゃんの味ですね。まあ、こういう本当にね、これ朝霞蒸留所のやつなんで、もう本当にこういう透明なベイビーちゃんの味に近い味わいですかね。なんですけど、まあ、ちょっとね、若干後ろにやっぱ塩っぽい刺激もあって、まあ、便利薬っぽさっていうのも、まあ、若干感じなくもないかなという味わいですね。まあ、これはこれでね、なんか旨味を感じれますけどもね。うん、でもすごくね、面白い一杯です。これいいですね、なんか。この時代、こんなに4年ものなんて飲める機会ないので、すごくいい勉強になるなという一杯だと思います。うん。すごいベイビーちゃんで、シングルモルトウイスキーにとってやっぱり樽で熟成させるっていうことが、まあ、最も大切な要素であることは皆さんご承知の通りだと思いますけども、やっぱり長い熟成によって想像もつかないような感動をもたらしてくれるものもあれば、中にはね、長い熟成があまり好ましくない方向に進んだものもあって、さまざまな樽熟成による影響を考えさせられますよね。そんな、まあ、熟成による影響を受けて、さまざまなこう方向へ進む段階の変化をね、味わえるのがこのセレクションシリーズだと思ってるんですね。なんかなので、うまいかうまくないかではなくてね、変化の過程を味わえるということで、素晴らしい一本なんじゃないかなと思います。はい、ということですよね。今日のヒロシの隠れ家はキングスバリー社とザ・セレクションシリーズから便利薬4年、こちらをですね、ご紹介させていただきました。ではまた。